はい、どうも皆さん、トライアングルです。じゃあ続きやっていきますか。今回がそうだ、ボスだ。やばいなぁ。エクストラステージのボスはもう油断ならんですからね。今回も多分あれ、アラジンだよ。なんかジーニ的なやつのやつで、めっちゃ弱いね、みたいな。こんなやつがボスでええのみたいな感じの話をしてたけど、ウォーターだな。前はなんか、ちょっとハイジャンプにして失敗だった気がするから、今回ちょっとウォーターで戦ってみたいと思います。で、EX だから結構強くなって、てると思うし、多分3発ぐらい食らったらやられてしまうんじゃないか。行きましょう。よろしくお願いします。さあ、どう変わってくる？色が変わるだけだったらいいんだけど、色がか、おー、なんか怒ってるね。どうした？大丈夫か？なんか俺悪いことしたかな？いや、そんなこと僕、特に悪いこと普段しないか。あぶね、行って、あぶね。ハッチ！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 こいつ硬い！ちょっと勝てえ、こいつ。ちょっと待って。このナイル。大丈夫、大丈夫。これやってれば。これやってれば基本大丈夫だから。そう、こうやってワッフォイ、ワッフォイしてるから多分大丈夫。基本勝てると思う。大丈夫、大丈夫。そうそうそう。これ基本無敵なんだよね。オッケーオッケー。よし。いいですね。いいですね。いいですよ。いいですよ。これ半分いくな。オッケー。これで半分いった。半分いったらどうなる？大きくなる。でも大きくなるだけでしょ。所詮大きくなるだけさ。大丈夫。何も問題ないでござる。危ねえ。ほっ。あどうだね、どうだね。ウォーターがあれば、全然。余裕なのだよ。どうだね、どうだね、悔しいかね。やめなさい。悔しいかね、悔しいかね、ジーニー君。それはダメ、それはダメよ。ジーニー、ジーニー、ジーニー、落ち着け、ジーニー落ち着け。ちょっと、ちょっと、落ち着いて、落ち着いて。こいつ防御めっちゃ高くなってんな。ボルドーを投げてくる。大丈夫、問題ない、問題ない、大丈夫、大丈夫。これで、とどめ。まだか。ほら、オッケー。いや、やっぱりこいつは、まあダメージ受けちゃったけど、弱いね。よし、ということで。なんかボスが、ウィスピー打つといい、ボスが一番弱い気がするんだよな。あとちょっとごめんなさい。ちょっと若干僕今ね、喉がね、やられていて、若干いつもと声が違うかもしれないですけど、ごめんなさい。はい。まあいつもと変わんねえよって言われたらそのままなんですけど。じゃあ行きましょうか。ステージ3、オニオンオーシャン。あー、水中ステージか、確かここ。苦手なんですよね。まあ頑張りましょう。それでは行きたいと思います。ステージ1、レディーゴー、スターティング、オッケー。さて、水中ステージ。でもウォーターがあるから、ボールがあるから大丈夫。余裕でござる。スピアはどこだったっけな。でもなんとなくスピアのある場所は覚えてるんでね。よいしょ。大丈夫です。問題、あれはまあ、ありました。おっ。ウォーラーがなくなってしまいました。痛いです。非常にトライアングルさん下手でございます。初見もしね、まあ、数少ない初見の方がいましたら、わかると思います。あ、こいつ下手や。もうチャンネル見るにやめよって。いたもう皆さんブラウズバックしてもいいと思います。ひどいわ。今のはひどいわ。よいしょ。本当にね、本当にギリギリまで残ってくださった精鋭さんの方のためにもね、僕は頑張りたいと思います。あそこにワンナップあったけど、いっか、とりあえずいっか。どうなんだろう、エクストラステージでは、ワンナップ後半絶対必要になってくると思うんだけど、とりあえず効率重視ということで、バナナ、うほう、行きましょう。お隣さんもいるからな。深夜2時3、2時半なんですよね、今。よし、それでは、上に上がっていこうじゃねえか。この間の時間をね、作るのが、これはね、なんか確か特に何もなかったんですよ。ワンナップはあったけど、なんか特に何もなかった気はするから、そのまま一気に行きましょうか。効率化重視ということで、あ、ペンパイナポ、アポペンもありましたね。うん、確か上、あのとこにも確かスピアはなかった。そう。絶対あるやろ、絶対あるやろって言ってなかったんですよね。あの時僕はもう自分に対して何をやってるんだ、この人はって思いましたからね。よいしょ。はい、オッケー。ワンナップあったのかな？確かでも星だけだった気がするんです。はい。この上は、トロライド？トルネードで何かしらするの？上にあるのは肉。一応でも肉は取っとこうか。体力ちょっと、やばいんだね。オッケー。まだ、あれだよ、なんか、大丈夫かなみたいな。なんか、全然スピアないけど大丈夫ですかみたいな感じの話をしてた気はするので、多分まだいけるはず。よいしょ。オッケー。この下とか怪しいな。この下に、スフィアがあるわけではござらん。オッケー。で、上上がる、上上がる。ドゥーンルーブダイ！はい。あれ？ちょ、大丈夫かな？スピア取り逃してない？あれ？こんななかったもんじゃっけな。よいしょ、とりあえず、スピアになります。よいしょ。スピアでスピアを探していく。ありがとうございます。よし。お後がよろしいようで。よいしょ！OK。
はい。何遊んどんねん。いやー、あれスピアそんななかったっけ。いやでもここでもなんか同じようなことを言ってた気がする。あれこれ絶対スピア逃してるってみたいな、トライアンさんやばいってみたいな、大丈夫ですかトライアンさんみたいな、そんな話、バカみたいな話をしてた気がするから多分大丈夫。うん、大丈夫、自分を信じろトライアン、大丈夫、ここが初めてだ、ここが初めてのはず、大丈夫、はい大丈夫、安心して、大丈夫、ここにスピアが1個あって、あまだ大丈夫、よかったまだあったみたいな、大丈夫やったって話をした気がするから、行きます。痛い。行きます。はい。はい。Thank you. Thank you. You're welcome. OK. ふぅ。さあ、これで問題のスピアが何個目だ ?OK!1 個目ですね。そうそう。なんかすごい。あ、よかった。まだ1個目だったんだ。みたいな話をしてた気がするんで。ってことは、ワンチャン次元の先にあるかこれ。あれ、どうだったっけな、覚えてないな。とりあえず行きますか。爆弾は、ここの針の穴を通すようなこのコントロール、そう巨人のスカ菅野選手のようなね、この針の穴を通す、オッケー素晴らしい、行きましょう。で、あそうだ、すごい覚えてるわ、ここすごい今ホッとしてた自信があったんだよね。あよかった、まだスピア1個だったわみたいな。あ雪かってことは次元の先目だから、もうすべてあれですね、クリアでコンプリートですね。あれどこにあったっけ、ここか、よしじゃあ行きましょう、いただきます。雪だるまカービィだったよね。それになったと思うんで、行きましょう。体力がちょっと不安なんですよね。だからちょっと回復を欲しいから、まあ多分これ振ってればどっかで回復出てくると思うんだけどな。どうなんだろう。ここで、あ、OK、OK、回復出ましたね。素晴らしい。行きましょう。ほっ、ほっち、ほっち、ほー。OK。よし、行きましょう、行きましょう。これ食べるとすぐアイスクリームが食べたくなるんじゃん。危ない。危ない。アイス食べに行こうか。深夜の2時だからさすがに食べないっていうか、まず食べないけどさ。ここにあるわけ。次のステージか。こっちか。よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。なんかあれだよね、確かアイスクリーム的なやつに乗せればいいんだよね。大ジャンプ、素晴らしい、素晴らしいよトライアングさん、ありがとうございます。いけるか、ここでもう一回大ジャンプを決めていこう。 OK、 よしで、あ、こっちか、次元の先、あぶねちょっと待て待て、キャンセルキャンセルキャンセル、オッケー、よし、それでは行きましょう、次元の先、お、ワンナップ素晴らしい、行きましょう、お願いします。多分まだ大丈夫だと思うんだけど、問題はスピアローバーなんだよな。前すごいなんか悲惨なこと、あ、ここか、ここ前一回やられたな。あのスピアローバーで悲劇が起きたので、まあ、ちょっとまたね、悲劇が起きないようにちょっと頑張りますけど。いやなんかスピアローバーもあながちなんか油断できないなって前2回やられたのかな、確かダメージ結構受ける、なんか3回ぐらいダメージ受けるとやられるって考えると、確かにスピアローバーって結構被弾率が多かった気がするけど、なんか攻撃力が低かったんで、だから大丈夫だったけど、なんかそのなんだろうな、今回このエクストラになってからね、スピアローバーの攻撃力も多分上がってると思うんですよ。そうだから必然的に私は負けるというその仕組みになっております。はい、ありがとうございます。さあそろそろだ、そろそろなんか一撃し、あこれワンナップ欲しい、ワンナップ、オッケー、はい、ありがとうございます。でここでなんか焦って前ね、あのバチコリやられたんで、痛いです、大丈夫大丈夫大丈夫、あの大丈夫、ボスのあそこ行ったらちょっと回復するところがもらえるから、大丈夫大丈夫、ここはダメージ受けない、ここはダメージ受けません、ありがとうございます。次ですね、次で確か一撃しかなんか、あ違うわ、ごめんなさい、何度もごめんなさいねトライアングル、何回お前嘘つくねん、ごめんなさい。どこでやられたっけな、あ違うわ、ここでやられて、あっ、あぶね、どこでやられたんだったかな、覚えてないな。じゃあ行きましょうか。トルネードですね。これはもうエクストラもトルネード使います。じゃあここ余裕ですね。ありがとうございます。勝ちました。よし。じゃあ行きましょう。お願いします。スピアローバー EX。はい。なんかこれ振ると、なんかかなりさらにその範囲が広がりますよっていうコメントいただいてね。ありがとうございます。相当強くなったわ。いや、そりゃトルネード強いわ。そりゃチートって言われるわ。マジで。さあ来い、はい、ありがとうございます。いや、どこが弱体化したんだろうな、なんかドロッチなんで、なんか弱体化したで、 Wii U で弱体化したって聞いたけど、むしろなんか強くなってる気がするんだけどよし、 OK、 サンドイッチコンプリート、 Thank you。 よし、じゃあ行きましょうか。よいしょ、むしろなんか攻撃力上がってるしな、なんか昔やった時なんかトルネードそんな強くないイメージだったんだけどな、なんか攻撃してる最中になんかダメージ受けるイメージだったけど、全然そんなことないから、なんであの時僕はなんだろう、トルネードを使ってなかったんだろう、自分を恥じるべきですね。ということで行きましょう、ゴールゲーム、 Yes on the style one number one thank you、 久々のナンバーワン、ありがとう。はい、ということで、じゃあ今回はね、
無事、ボスも倒したということで、まあ、ここからね、ステージ2、ここら辺からちょっと鬼畜になってくると思うので、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、じゃあお疲れ様です。バイバイ。